役員連絡会の概要について報告させていただきます。二階幹事長の発言については後ほど幹事長からお願いします。下村政調会長から、本日の閣議で総理から経済対策第3次補正予算について指示が出た。これを受け本日10時より政調政府会長部会長会議を開き、各部会において速やかに経済対策について議論するよう指示する、この発言がありました。鈴木女性局長代理より、毎年11月は児童虐待防止推進月間と国が定めており、女性局では毎月ぞろ目の日を児童虐待防止強化デーとして活動してきた。明日11月11日は本来であれば街頭などで啓発活動を行ってきたが、本年はコロナ禍であるため活動が制限されている。役員閣議におかれてはこの強化月間中に講演や SNS 等で児童虐待防止の啓発にご協力願いたい、旨の発言がありました。その他の役員の発言については昨日の役員会と同様でした。以上です。で、幹事長、お願いします。ご苦労さんでございます。国会ではいよいよ本格的な法案審議が始まります。全ての法案を会期内に成立させること、当然のことでありますが、閣議のご協力を得ながらこれを進めてまいりたいと思います。今回新たに党則79条規範として2050年のカーボンニュートラル脱炭素社会の実現を目指すとの決意を踏まえて、党としてもしっかりと政府を支えて協力してまいりたい、このように考えております。私の方から以上でございますが、ご質問があればよろしくお願いします。はい、すみません、朝日新聞の伸びらです。どうぞ。三次補正の関連でお伺いします。与党内からですね、この規模について10兆か15兆であるとか30兆円必要なんじゃないかといったような声が出てますけれども、幹事長としてはこの規模感についてどのようにお考えでしょうか。財政全体を睨みながらですね、できるだけ、思い切ったことができるようにしたいと思っていますが、今規模は今まとめている最中。はい、共同通信の質問です。昨日の役員会後の会見の質問とのことですけれども、アメリカの大統領を新しく選出される国ですけれども、総理は1月20日のですね、大統領就任式後の訪米を調整しているともされます。仮に1月2月に、総理が訪米された場合、解散戦略にどういった影響があるかについて改めて聞いてください。別にアメリカの選挙がですね、すぐ日本の解散に響くというわけではないでしょうが、いろんな要素を考えながら、慎重に対応していきたいと思っております。はい、TBS テレビの長谷川と申します。アメリカ大統領選に関連してですけれども、菅総理が訪米するタイミングについては、幹事長、どの時期がいいとかお考えございますでしょうか。それは総理が考えていることから、総理の判断に委ねて、支えていないと思います。はい、福祉テレビの山田でございます。どうぞ。先ほどの質問にも関連しますが、総理の訪米は2月が有力視されていますが、これは1月の解散総選挙の戦略には全く影響はないということでよろしいでしょうか。それは総理自身が問題になることであって、それが解散と結びつくとか結びつかないとかということは私が判断することではありません。はい、産経新聞の広瀬です。どうぞ。皇室の関連で伺います。安定的な皇位継承策について、政府は男系継承の伝統を尊重する立場ですけれども、与党内には過去に例のない女系天皇の容認論もあります。幹事長としてはこの継承のあり方についてどういった形が望ましいかとお考えになりますか。
これは日本国としても準備しておりましても慎重に、まとめていかなきゃいけない、少なくとも意見が割れるようなこともあってですね、こういうことからなんとなくさざ波が立つようなこともあってはならないので、慎重に対応していきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。補正予算の話に戻りますが、はい、補正予算全体として官庁さんの今日はどのような対策が必要かと思います。今当面の問題で我々が対処しなきゃいけない課題がたくさんありますが、積極的に対応したいと思っております。長官は今まとめてくださいと言っています。そして今朝の今度の強靭化の決議をまとめられましたけれども、はい、これは新年度予算での予算の確保を求めないようになってきたと思うんですが、補正に関してはこの国立強靭化はどうなるか必要な予算が当然政府が考えるべきでありますから、しっかりそれを支えていきたいと思っています。はい、毎日新聞の野間口です。産地補正の関連なんですけれども、先ほど積極的に対応したいというようなお話も官庁からありましたが、一方で今年度はコロナ禍で景気が悪化したことによって税収が落ち込むという見込みもありますけれども、そういう中でこの財政悪化のこのこととその積極的に対応とどのようにバランスを取るべきだと思いますでしょうか。今ご質問の中に答えもすでに入っていると思うんですが、このバランスを取っていくことが慎重にやってもらいたい。はい、別件なんですけれども、明日から韓日議連の皆さんが来日される予定です。日本側のその日韓議連ともいろいろ会合などを催されるようですが、官庁先日パク・チウォン国家情報委員長ともお会いになっていますが、この日韓関係が悪化する中で議員外交の重要性についてどのように会長お考えになりますでしょうか。まあ、韓国は最も近い、資金の距離にある国でありますし、世界各国からも日本がアジアにおけるどういう存在であるかということを常に注視をされてるわけでありますから、日本はしっかりした対応して日韓関係は重要な二国関係として今後も取り扱っているということが大切と思っています。はい、NHK の関係です。先ほどの補正の質問に戻ってきましたんですけども、はい、国土強靭化の予算についてですね、その補正についてもその含むかどうかは政府が判断するだというふうにおっしゃってましたが、先日 その公明党との議会見学でも、補正予算についてもですね、高度強靭化 その次の5カ年についても含むべきだということで認識していると思うんですが、この補正に盛り込むことの必要性について会長は何でしょうか。補正は補正としてしっかり対応されし、補正予算としては特徴を予算して、政府としての明確な考え方を国民全体に知らせるという意味での予算編成を期待します。よろしいでしょうか。では以上をしまして、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。